天気にまつわることわざトークです。日中日差しが届く時間は有効にご活用いただければと思います。またこう暑さも彼岸までって言いますけれども、はい、今年の彼岸は9月20日から9月26日までの7日間になるそうです。このお彼岸、つまりは9月20日までであってほしいですね、暑さ、はい、そうですね、いや本当にね、こういうのって うまく昔から言ってるなっていうのがあって、うん、これなんか調整してたりしないですよねっていうくらいぴったりですよね。そうですよね、そうなんですよ。今日も暑さで彼岸だから、彼岸までが暑さだからっていうことで、そうそう、なんかちょっと数字ピリって下げてるんじゃないかくらい、今年もピッ今年がぴったりなのかな。それ、はい、やってないですよ。もちろんやってないですよ。でも本当そう思っちゃうくらい今年ぴったりだなと思って、すごいびっくりしてるんですよね。まあよくできてるなと。いや本当にそうですよね。実際の数字ちょっとね。あ、ちなみに信じますかそういうのは。占いとか全然信じないです。これは信じます。うん、なんでですか。だってそれはやっぱり。地球の動きを昔の人たちがこう実際に体感してですね、経験に基づいているからってことですか。あ、なるほど。今ほどね情報もない時代に、そうですよね。だからこそ彼岸とかをすごく大切にして境目だと思って、 その感覚も鋭くね、キャッチしてたのかもしれないですよね。天気理言ってわかります？あ、わかんない。天気のことわざ。あ、天気理言ですね、ことわざですね。そうそう、はい、夕虹は晴れとか、あれもやっぱり、もう毎日何の情報もない中、自分たちでこの天気を見ている中でこの誕生した話ですから、あ、じゃあ当てはまって信じるってことですね。そういうのは信じます。あ、最近買った本で天気のことわざは本当に当たるのかっていう本を買ったんですよ。まだ読み始めてないんですけれども、読んだらじゃあお貸ししますね。あ、そうですね。なんか得た知識があったら共有します。あれは今日読んでみようかな、帰って彼岸までっていうのあるかな、ちょっとそうそう気になって本屋さんで見つけてゲットしたんですけれど、そう、ね、ことわ、そうですね、季節っていうちょっと長めの、あの言葉もあるんですけど、今日明日をこの予測するやつもあれ ばそうそう、もうちょっと長めをね、まあ、長めになればなるほど、結構怪しいのもあるんですよ。そこを解明していこうってことですよね、きっと本の趣旨も。そうですね、なかなかそれは面白いと。そうなんですよ、面白そうと思って手に取ったので、うん、あ、じゃあ信じる派ということ で、じゃあちょっと本当にじゃあそうなってるんです、今年すごいなと思って、こちら西日本沖縄、数字上はねそんなに大きな差がないじゃないかっていう話になるんですけども、この辺りからですね、